べると決めていたのだよ。めっちゃいいやん。陽キャすぎてびっくり。これ陽キャなの？ありがとうございます。嬉しい。眉毛は染めてないですよ。迷った。でもね、前髪が薄いからこのままでもいいかなって思ってたけど。めちゃめちゃいいよ。ありがとうございます。嬉しい。メンバーからめっちゃ好評なのがまず嬉しくて、だからもう自信をいただきます。最近流行ってるよね、前髪カット。おしゃれですか、嬉しい、ありがとう。アシンメトリー、あのね、なんやろ、インナーフェイスカラーみたいなやつです。うん。ウエチン、ありがとうございます。イメチェンすぎる、本当に？だからちょっと前髪を隠すのすごく難しかった。だから結局フードやんってなって、フードに。やってたんですよね。うん。そう、インナーフェイスフレーミング。あれ。どうも。ちなみにね、髪色をね、相談したのが、相談？髪色を変えるよって言ったのがね、まあ夢見るは絶対そうなんだけど、あとのんのんに相談したり、マブに相談したり、私の前普通の友達、あとゆうなとかにも相談、ほんといろんな人に相談したんだけど、でグレーにしようかなとか思ってたけど、いつもやってくださってる美容師さんがこれいいんじゃないかって、そう、本当はね、これもうちょっとこっからもう一個抜いて、でもグレー入れようかしらって感じだったけど、乾かし、こうこれをやった時に、あれこれよこれってなって、これにしました。そう、3個ぐらいこう、フフ、うん、お腹すいた、ごめんなさい。あのもうね、逆にもぐもぐ配信をしなければという使命に駆られていると、まあそういう意味もありますね。けど普通に食べることが大好き、私もなんか別にずっと食べてたいとかっていうわけじゃないんだけど、そうずっと食べてたいまんじって感じじゃないんですけど、ずっと食べようと思えば食べれるタイプだから、もう食べ歩き無双するタイプ結構。うん、インナーフェイスフレーミングってやつ、青髪、うわ青やりたいな、人生で一回は青にねやってみたいけど、青って結構ね勇気いるやん。太鼓に可愛い、ありがとう。ハイトーン好き、ん、ハイトーンの一番好きな人だ、本当に低レベルでちょうどデブ、ありがとう。
でこれをね食べ歩き、いや本当に食べ歩きとかめっちゃ無双するんですよ。ここ食べたいって言って食べながら、まあ、歩いてここの食べたいここ食べたいって行けるタイプ。ピンクはね似合わないと思うんだよね。だからもうこんな T シャツ着ちゃったらもうねダンスできそう。そんなドタイプの髪色髪型してくる。いや、オレちゃんありがとうございます。嬉しいな嬉しいな。初めてこんな住む、こんな住む初めてです。卒業ホームに行く多分それはないね。私なんでこの色にしたかっていうと、この自分の黒髪が好きなんですよ結構。だってさ、まあ自分で言うのもなんだけど黒髪綺麗じゃん、まあね、手入れをちゃんと頑張ってるから、この こっちが見えちゃうか、このさこの黒髪は残したくて。そうで、この黒髪は残したいけどでも染めたいみたいな。でしかも全部染めたくないかったんですよ。なんか本当はこのイヤリングカラーここだけとか前髪だけとか流行ってるんですけど、前髪だけとかこのこんぐらいこの耳のところだけとかで一部で染めようかなと思ってて、そうやったらそのなんかプリンちゃんになってきてもあんま分からんしみたいな。そう、そうってことでメイク変えてない、そのまま。そうプリン対策ね、私美容室に行くっていうこの行く手段がすごく苦手めんどくさくて、もう移動もうどこでもドアがあったらどんだけいいかって考えたことがもう何回もありますけど、うん、ねえ、なのでインスタでね、インスタでインナーカラーとかいろいろ調べてたらこの入れ方をしてる女の子がいて、まあ最近ねインナーフェイスフレーミング流行ってるところもあるけど、この入れ方をしてる女の子がいて、しかもおしゃれで、うわこれがいいと思って美容師さんにそれを見せて、これでどういうオーダーしたの難しそう。でもなんかインナーフェイスフレーミングっていうやつがあるらしい。うん。気分もより明るくなるんだろうな。うん、結構明るくなる。もうとっても陽キャになった気分。もうめちゃめちゃ陽キャになった気分。可愛すぎるフォローします。ありがとうございます。染めるバランス、まあそれは結構プロ中のプロがやってくださってるんで、任せまった。もうちょっとそう黒髪だ、本当はねもうちょっとねこの辺までだったんですけど。この辺まで入ってんの、この辺まで入
入ってんだけど、ほんとねこんぐらいだったんですよ。けどどうせやるなら黒髪とコントラストが可愛いからもうちょっと入れてみようかって言ってもうちょっと撮ってくださってこのぐらいなんですよ。いやさすがプロですね、可愛い。これでハーフアップしたら絶対可愛くない？こうでしょ、可愛い。そう、止め方で全然見え方が違うの。これだって分かんないでしょ、これ下にこんなにさ金髪を秘めてるんだのって。うん、めっちゃ綺麗に詰まってる。さすが、本当にさすが。私もいつもね行ってるところの美容師さんがすっごいマジで雑誌に載っちゃうよみたいな感じの人なんですけど、かわいい、めっちゃいい、めっちゃ綺麗に。みんなからより染める量多めなんだね。まあ、若干多めにしてもらいました。だからけど後ろはねそのままここまでしか染まってないんですよ。ほらに2ブリーチしました。なんかビズリーチみたいに言うなってね。似合ってるけどびっくりしてベッドから落ちました。大丈夫ですか？腕がないとできない染め方。うん、確かに。いやもうね、全部お任せにしちゃってるってぐらい。内巻き、そう、今日本当外にしようかなと思ったけど、どうせならちょっと内にしてみ、もうそのままの姿って思ったんだ、うん、ちょっとこの明かりがちょっとだけオレンジなんでね、ちょっとオレンジに見えるけど、もともといいんだよね。 いいよ私意外と。ブリッジ試合でどう変わるのかいまいちよく。カレンはカレンのあの明るさがブリーチなしで、色味だけちょっと落としたものになりますね。うん。公園で後ろに座ってる方々が可愛いやんってざわざわしました。え、嬉しい。え、嬉しい。うん。もう公演終わったら食べるって思ってた。飯テロ配信はするべきだよね。うれしい、とっても。うん、L ビッグマックもある。でも足りないと思う。ネスがネスが全面出てる。その髪、え、嬉しい。そんなめっちゃ褒めてくれるやん。可愛いしか出てこない。ありがとう。ね、正面で正面に座ってましたね。どうせ、うん、お腹空いた、ごめんなさいね、本当に申し訳ないって言いながら食べる。私ね本当癖なんですけど、福岡にね
小3までいて、そこまでの、福岡にいたんですけど、その福岡の時の親友、もうずっと本当幼稚園から一緒だった幼馴染がいるんですけど、本当にずっと幼稚園から小3までずっと一緒だった仲良しが、でその子とご飯を食べてる、でマック行こうってなって、で行った時にめっちゃ笑われて、え何って言ったら、そこで気づいたんですけど、私あの同じ無意識にね、同じ長さのポテトを揃えて食べる癖があるらしいの。わかるかな、この今これ今ね、これなんですけど、これなぜかというと、こう食べるじゃないですか、こう食べると、こういけるの。でもさ、こうやと食べにくいよ。っていうので、多分効率を考えてこうなってるんだと思うんだけど、めっちゃ意識なくて、もうね、転げ落ちるかと思うぐらい笑った。インドネシア語なんだっけな、インドネシア語ってなんだっけ、私挨拶知ってるはずなのに全然、なんだっけインドネシア語、コップンカーはタイでしょ、やってみてください。あのね、見て、天才かも、これもう一発で揃えれるのよ、これがこの長さでって。マックのポテト揃え選手権は多分私結構全国で1位取れるんじゃないかなみたいな。テリマカシー、あそうだ、テリマカシー、テイクアウトしたポテトに塩で追い塩かけて食べたら、ママに怒られた中3のあの頃の前追い塩ねこれに追い塩するのね。あ、確かに、まあ薄い時はありますよね。まあ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 、結構変わりましたね。変わった、どうですか、物とかもあれがここにないとみたいなこだわり強め。物はあの別にいいんですけど、あの教科書とかを机の端に全部揃えるタイプ。教科書の、まあ、じゃあ3冊あるとしたら、この角、この角だけ大きさが違っても、この大きい順から下に置いて、こうなるように左端に置くっていう癖でしたね。なんかテトリスみたいな感じにしてた、この机を汚くても綺麗に見せる、なんていう、汚いけど綺麗みたいな、物は多いけどすっきり見えるみたいな。え、変えた？みんな言いますよね。変えてないんですよこれ。うん、そのまんま。髪色がポテトと合うから、揃えてないな別に。揃えてはないけど、確かに
どう変わって見えるんだろう。どう変わって見えるの。アイシャドウとか目の周り？この色じゃない？この。ちょっと。そう。あのももかちゃんっていう子のあのシャボン玉、こんな感じ。ステージに立つからちょっとこあれにしてる。多分ね、黒髪だから違うと思う。いつもはさ、ここまで黒髪があるからさ、例えばの話、ほら全然違うでしょ。ここまでた黒髪があるから、多分見え方が全部見えてるから違うんだと思う。色の見え方がいいね。ね、うんふん、うん。You ate Mac not one piece po. Burger promotion.I eat in French flight. And Big Mac. I eat in French flight and Big Mac. No. McDonald's. いやー、かわいいです。ありがとう。マックの紙袋の匂いかな、粉に。いや、わかる。私紙袋好きなの。このこれね、これわかる。本当にわかります。今、ファンタスティック。お笑い芸人のギャグでありそうやな。ケチャップもらうの忘れた。
ナゲットは今日買ってない。でも私ナゲットも結構好き。ポテ投げ大と迷った。うん、ポテ投げ大とすごい迷った。ビッグマックとポテトか、普通のなんだっけ、ハンバーガーとか、そういう普通のハンバーガーにポテ投げ大かポテ投げ大に追加するなって話ですよね。そうなんですけど、うん、あのね、今 L が280円なんてあったの、うん、クーポンが。飲み物落ちないから、そう、あと飲み物くらい制限しないとと思って、まあ、こんな食べたいもの食べてるならさ、水でこう なんていうの、水をね多めにちゃんと取りなよって自分で思ったのよこの前。まあジュース頼む時もありますけど、うん、コーラ飲みたいで爽健美茶頼んで、そう、でもさ爽健美茶頼むならさ、爽健美茶をちょっと頼むなら、じゃあもう家のお茶でいいやんってなら、うん、ダブチかっこいいと思ってお腹空いてなくてもダブルちゃうおもろダブチね。マックシェイクは私ね、あんまあのちっちゃい頃は なんやろ、ショコラ、チョコレート、何あれ、チョコの味ありますよね、あれでした。最近はあんま全然だな、うん、夜バイマック食べ、うん、バイマック悩んだ。炭酸いいね、私炭酸飲めないんだよね、うん、炭酸刺激強ない。ダブチの夜のバイマックはなんかおいすごい特別感あって美味しいよねダブチのダブルでしょ、美味しいな。そんなサワーとかもだからあんまりお腹膨らんじゃうんだよ。あの私はご飯が食べたいのに炭酸のせいでお腹がいっぱいになってしまう。飲み物だよ、うん、だから結構あのゆずはちみつ系、はちみつレモン系の炭酸だとそういう系にしますね。オニオン抜き、あの結構いろいろ抜いたり入れたりできますよ、あのピクルス抜きでとか。クーの白ぶどうとかあんま、マジで一緒、私もクーの白ぶどうがもう幼稚園小学校も知らんけど、あのちっちゃい頃から大好きです。そう、お茶にするぐらいなら、まあ、クーにしようかなってなっていつもクーにします。美味しいよね。もともとバック店員だからダブチっていうワードのしっくりがすごい。ダブチ大好き。私今日もダブチか迷った。最近ビッグマックにハマってるんですよ。
サラダ頼んでごまドレお願いしたのに和風ドレが2つ入っていた時は大人だけど少し泣いた。やもろ。大人だって泣いたらやだよ。ビッグマック倍にしてメガマックは多すぎる。いや、ビッグマックの倍は美味しいよね。そりゃ美味しいよね。バーガーが170円だって、ね、普通のハンバーガーもね、いい値段しますよね。うん、佐賀で3杯もお酒飲む。え、本当に美味しかったですか？私一周回って普通のハンバーガーが結局美味しくねってなって、あのね、100何やろ、2つ頼むバーガーいつも。うん、これ結構ガチ。あのハンバーガー、例えば普通のハンバーガーと、私チキン系好きなんですよ。だから、あ、でもエグチとかも好きだから、普通のハンバーガーとエグチか、普通のハンバーガーとチキンクリスプ好き。チキンクリスプ好きで、その普通のハンバーガーとチキンクリスプと、まあ、シャカチキをプラスするか、ポテトをプラスするか、ナゲットをプラスするかみたいな感じ。うん、江口か。うん、なんかエッグ なんだっけ、エッグ、ん、江口ってなんだっけ。江口ってね、あのエッグチキンかエッグチーズ、チーズじゃ絶対、エッグチーズだっけ、あれチーズか、エッグチーズのバーガーがあるんですけど、ちょっと割と安めで、おいしいですよ。200円ぐらいだったっけ、あれ多分そう。コスパいいよね。分かってるじゃん。エッグチーズバーガーか、あの、そのなんか200円シリーズみたいな。うん。200円シリーズ。ハンバーガーとかめっちゃ好きなんですよね。うん、もう吉田と宇多田とかに、うわーハンバーガー食べたいみたいなって言ったら、好きよねって言われる。朝マック、昼マック、夜マック、どれが好き？いや、どれも好き。もう CM いつでも来てくださいってぐらい大好き。あと普通に、あの、あれでしょ、あんたも好きね、なんだっけそれ、100円時代10個で1000円って普通に考えてコスパよく、確かにね、100円じゃなくなったけど、まあ、バーガーキングも好き。確かにバーガーキングも美味しい。あとね、なんだっけ、ロッテリア、もうフルポテだっけ、フルポテはもうちっちゃい頃がめっちゃ好き。バター醤油が好きになったのもそっからなんだよ、多分。プーいてー。ファーストキッチン、行ったことないのよ、私そこ。ね、すごく気になってる。
うん、ファーストキッチンって有名だよね。あ、モスも私、あのモスってさ、何がいいかって夏見にできるじゃん。あのバンズじゃなくてね、葉っぱでこうやって葉っぱバーガーにできるんですよ。ダブチ、ダブチじゃないモスってドムドムバーガー。行ったことない、ドムドムバーガー。なんかさ、その辺歩いててさ、その辺歩いてたらあるようなごっついハンバーガー屋さんだから結構行ったり、夏見食べるんだ。そう、なんやろ、バンズ、いやさすがにちょっとファストフード食べすぎみたいなって思った時はちょっとまあ配慮して、ちょっと配慮して、あの野菜形だけ形だけ野菜の夏見バーガーにしますね。秋葉原のドンキ裏のサブウェイ、大学生の時めっちゃ買ってた。サブウェイ大好き私。あのさ、ワンフィート、フィートっていうかこう一本、この通常だとさ、こう一本をサクッと半分にしたこれが一個じゃないですか。けどワンフィートだけ、ワンフィートみたいな感じの名前の一本丸々使ったやつがあるんですけど、ワンフィートだとね100円安いの確か。500円ぐらいの片方ね、片方500円とかのやつだけど、確かこう2個買った時の値段より全然100円ぐらい安いんですよ。だからサブウェイ結構行く。食べ過ぎても太らないの。クレーム、ありがとう。カールスバーガーって何？へえ。佐世保バーガーめっちゃ美味しい。本当に佐世保バーガーと唐津バーガーはまマジで美味しい。そう、サブウェイやってね、野菜取れるんですよ。結構食べてるのに腹筋立て下がってなんで。それはもう代謝がいいからです多分。代謝いいんですよね。代謝というか、汗はねめっちゃかく方じゃないんですよ。しかもけど基礎代謝率っていうのがいいらしくて、あと栄養がねうまく取れないんじゃないかな私本当に思う。栄養な、なんて言うの、食べるけど、そう、なんか10入ってで1吸収して出てるみたいな、私が一回考えた時には多分そう、実はめっちゃ腹筋してるから、まあ泣きしにしろなんて、泣きにしもあらず腹筋はしてない。あの EMS ドゥンドゥンドゥンってこう電気でこう腹筋に圧力かけるやつ、 EMS だっけ、あれと、ちょっと寒いかもと、プランクはやってますね。だからもうさあ、チーム4公演でよく言われるんですけど、発声の時、発声ってお腹をこうフッフッフッって使うじゃないですか。それに加えてこうプランクをこうやってしてるんですよいつも。けどね、もうほんと数十秒なのにめっちゃ汗かく。ほんとに栗野が CM やってた機械ですか。あ、でもあれの、ま、医療版って言うんですかね、あの整骨院でやってるやつなんですけど、整骨院に私行ってるんですけど、あの体幹トレーニング、そうそう、体幹トレーニング、ダンスが上手くなりたいけど別に腹筋が欲しいわけじゃないと思って、でダンスも体幹が
あれば結構全然違うんですよ。で体幹があればいいし、しかも私背骨が曲がってるんですね。そう、こっちに曲がってる、縦にじゃなくて横にこうちょっとだけこうなってるのね。だと横だとね結構背筋とかこうコアがちゃんとなんやろ、ちょっとギュッてしてないとコアがふにゃふにゃだとね、そっちにこうギュッとなっちゃって、で骨が支えそうそう、なんかなんていうの、骨がね体のバランスを取ろうとして多分こうなるらしくて、そうバランス取ろうと思ってこうなるんだって。こんな塗りたくてなってるじゃなくて、そうだから背筋とかコアをしっかりつけていきましょうみたいな。なんで AMS とフランクをやってます。いや私もねフランクはもう小4からダンス習ってるんですけど、とダンスの時にね5分ぐらい最初に体幹とかトレーニングの時間があってからダンスだったんですよ。グラビアいつも高校生ありがとうございます。グラビア皆さん見てください。川原美咲の写真アルバムみたいなやつも、ね、あるらしい。自分で考えて実践できると尊敬しかない。ありがとう。整体でも整体、うん、そうね、骨がこう曲がっちゃってるからこうほぐすことはできるけど、この整体をこうがっつり直すってなるとすごい時間がかかったり、でもひどくなればひどくなるほど手術とかもね必要になるぐらいなんですよ。なのでダンスやってる人はやるんじゃないかな、結構プランクはいつも。ちょっとお茶取ってきていいですか。お茶オッケー。16茶取っときます。玄米茶、麦茶かな、ほうじ茶、何茶だろうお茶
ってまいりました。エレキギター弾いてほしいな、プレゼントできるのかな。いや、私ね、ベース弾きたいんですよね。ベースギターを買おうか迷って書いてなって思ってるけど、どうしようかなみたいな。これウーロン茶、これ麦茶。こういう口になりたい、シナモンみたいな。でも最近さ、最近は自分の写真をこう見返してる時に、あれこれシナモンみたいなんちゃうんみたいな口になってる時があって嬉しい。一層シナモンなのだよ。私シナモン顔の人好きなの。シナモン顔っておかしいか。このこれがキュッてなって。うん。シナモン。うん、シナモン。シナモン顔。クサクサじゃないのよ。シナモン顔の人好きなんですよ、私。人類全体的に。アブリルか、え、嬉しい。アブリル・ラビンさんでしょ。嬉しい、海外アーティスト。ゴミキュン。ゴミキュンやば。これでしょ、ももちゃんの真似。アヒル口じゃないんだよ。アヒル口ってさ、こうじゃん。じゃなくて、こう普通に、んって閉じてる。んって閉じてるときに、こう、ここがこうやって、こうなってるのね。うん、アヒルじゃないの。じゃあセリちゃんがやるももちゃんの真似、今のセリちゃんとハマがやるももちゃんの真似。みんながやるんだけどね、あれは。あれはもうほんとみんながやる。なってるよ、ほんと。てか、ま、真顔、真顔だったらさ、私怖いって言われるんですけど、よく。これでこうやってスマホいじってるから怖いんだよね。日本人って口角が下がってるんだって。らしいよ、日本人の構造上。Always cute. Thank you.日本人って口角がね、下がってるんだって。あと日本人ってこっから下しか動かないの。こう、Oh my gosh! なんか、Wow! じゃなくて、こっからこの下顎しか動いてないじゃん、今。わかる？こういう喋り方をするから、こっから上の筋肉が全然発達しないし、あの表情じゃなく、表情だけじゃなくて、表情がシュッとかじゃなくて、普通にあの、なんていうの、言葉とかでみんなが、日本人っていろいろ読み取れちゃうのね。
そうだからあんまりこう大雑把に表現こうやってしなくても、大雑把に大げさにしなくても大体わかるっていうのもあったから、こう無表情のこうな無表情の時に口角が下がってる人が多いらしくて、ふんってか好き。これ知ってますか TikTok で、男生まれお嬢様育ちっていうめっちゃおもろい、本当に面白いよ。もうあの相手の人が、まあネタなんだけどね、相手の人がちょもうなんでだよかって怒って、怒ってそのこっちがこの人が悪いのにふんって言ってどっかに行くっていう。本当に面白いの。あと私ね、これ髪型とか雰囲気、私最近参考にしてる人がケプラーの江崎ひかるちゃんなんですけど、これにした瞬間にうわ江崎さんやってなって嬉しかった。普通に嬉しかった。マジで気抜いたらヤンキーってなる、無理なってる無理なる、やだ。エレキはあの持ってる、エレキじいちゃんがくれたんじゃ。オレンジジュースまだ残ってた、今日買ったやつ。ら光るかっこいいよね。え、かっこいいですよね。わかる。でも真白さんの顔も好き。めっちゃ可愛くない？マジで可愛いの。何の話してたっけ？ほんで。そうそうそう。日本人はね、なんとなく察するっていうこと。私マジで、そう本当に共感して、その記事にすごく共感した。マゴジスの髪型マジすぎる。いや本当に本当にね、初対面の人とかはね、最初なんか、いや本当人によるんですよね、捉えられ方が。本当にだから本当になんていうの、学校とか本当になんか一人でも生きていけますみたいなところ、まあ、学校も大事だけど、学校の本当に最初マジもうなんか友達もいない、なんか学校に行きましたみたいな、高校に行きましたみたいな感じだったの時だったら、多分こんな感じでこうずっとこんな感じでスマホいじってる。バンド組んでみた。あ、バンドね、いいね。ボーカルしかできないけどやってみたい。でもアイドル戦国時代でもあるけどさ、私今バンド戦国時代でもあると思うのよ。本当にめっちゃ気になるバンドが、もう気になるバンドのチームが溢れてて、笑顔とギャップがいい。じゃあいっか。今石ノ森遺跡やってる。本当に今開封的な、開封的なとかって。あ、でもお代理にね、私ね、ミンジちゃん、ニュージーンズのミンジちゃんに似てるって言ってもらったから
すごく自信になってる。気になるバンド、なんやろ、気になるバンド、アーティスト、なんか曲を作ってる人がめっちゃ多いんですね最近。最近気になるバンドはレトロマイガールとか、レトロマイガールめっちゃ好き。シャイトープとかバンドじゃないけど人、アーティストみたいな人も多いですよね。ミスターフルテ2位みたいな。チリビ、うわチリビやろ。いやチリビはさすがって感じ。この間深夜卑弥呼の話をしたから運命を感じたね。土が入っちゃってるぜまで見ました。今合ってるのかな、ちょっとこの後いろいろ調べよう。チャクラっていう人たちもすごくいいからおすすめ。いや紫今さんめっちゃ好き。バンドじゃないんだけどさ。じゃあ59分なんでランキング見ます。13位ハリーベルさん、12位ヨキヒラさん、11位横吉さん、10位ケンちゃんさん、9位ジョークスノーさん、8位和田さん、7位ケンジさん、6位オニオンナイトさん、5位マラップさん、4位エンチョさん、3位アンネさん、ミサが最高、2位ホノちゃん、サが最高、1位竹本さん、ミサのわでした。ってことでありがとうございました。また感想をツイッターとかで待ってます。インスタも上げようかなと思ってるので、それではありがとうございました。バイバーイ。